百州武道具店の動画。僕の好きな技はコテメンサー、かかり稽古。君の好きな技はなんだろうな、連続打ち込み。たまには辛いことあるかもしれない、でもそんな時こそ勇気出てくる。僕の好きな技はコテメンサー、先生厳しい。君の好きな技はなんだろうな、足裏ボロボロ、声はガラガラ、熱くて寒くて痛くて臭くて、もう一本。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。お、今日は自分勝手に打つなって怒られちゃったっていう話します。おい、自分勝手に打つな、そこはまた打つとこじゃないよ。剣道やってる人だったら誰もが一回は言われたことがあると思います。でもみんなね、自分勝手って何、そんなつもりないけどって思ってると思うんですよ。僕もそうだったから。一体先生はみんなに何を伝えようとしてるんでしょうか。そして自分勝手に打つってことがね、剣道だとそんなに悪いことなのかなって話をします。自分勝手に打つ剣道、たまにはね、試合でも必要になることがあるかもしれない。でもね、それはただの突撃、奇襲、不意打ち、いきなり打ち、闇打ち、もうぶっかます、サプライズアタックなんだよね。講談社の先生やもっとレベルの高い同級生とかにはね、多分通じなくなってると思うの。もしくは当たったとしても先生はね、いやいや聞いてないよ、いやいや当たったじゃんって言われてると思うんですよ。でも剣道にハマる人、剣道が面白いと思ってる人っていうのは、今まさにここが最大のチャンスなんですよ。この話がわかるかどうかが最大のチャンス。ここからの剣道マジで面白いから。ちょっと昔の話になるんだけど、戦争が終わって剣道がね、 GHQ のマッカーサーが来てね、お前らなんか危険だから剣道なんてやっちゃダメだよ、絶対に暴れるだろって言われて、剣道できなかった頃があるんだよね。その時どうなったかっていうと、剣道の代わりにしない競技っていうものを作ったんです。そのしない競技っていうのが今思うとちょっと変だったらしくて、例えばね、制限時間内に打った本数が多い方が勝ちだったりね、他にもどんな体勢であっても当たったら一本だったりね、超当てっこの自分勝手に打つ競技だったらしいんですよ。それで偉い先生が、あーこれなんか違うな、このままじゃ剣道やっべーなーってなって、すっごく反省して、剣道がもうそろそろいいだろうって復活するときに、今みたいな自分勝手に打たない剣道になったみたいなんです。だから今日のテーマの自分勝手に打たないっていうことを、これがなくなっちゃったら剣道が成り立たないぐらいとっても大事なことなんです。じゃあここでみんなに質問です。打つべき機会って聞いたことあるかな。もしかしたら三殺法とかね、聞いたことあるかもしれないけど、逆に打っちゃダメな機会ってあるのかな。打っちゃダメな機会、そんなこと考えたことないけど、打っちゃダメな機会が分かれば打つ機会が分かるようになるんですよ。その反対だから。そこでもう言っちゃうと、打っちゃダメな機会っていうのは、そう、相手がまっすぐ完璧に中段に構えてる時なんです。そこを強引に打っていくのが一番打っちゃダメな機会なんですよね。これは完全な無駄打ちなんです。今日の動画のタイトルの自分勝手に打つなっていうのは、まさに相手がきっちり中段に構えてて、もう隙も全くない、そんな時に強引に無理やり打っていくってこと、これを自分勝手に打っていくって言います。じゃあ反対に打つべき機会とは、分かった人。それはこっちが打つ前に相手を攻めて、相手の完璧な構えが崩れた一瞬なんだよね。相手が崩れるっていうのは、もちろんこうやって体が崩れて見える時もあれば、体じゃなくて心が崩れてる時もあります。心がびっくりして崩されてる時っていうのは外から見えないです。見えないけど崩れてる、間違いなく。そして難しいのは一瞬しかないってことなんですよ。相手だって崩されて
ったら元に戻るからなんですよ。だから相手と自分の力が同じぐらいになればなるほど打つ機会っていうのは一瞬しかないんです。その一瞬の打つべき機会を打てるかどうか、そのために体の準備ができてるかどうか、これが大事になってくるんだよね。じゃあ例えばここで実戦試合だとどこに打つ機会があるの？ほとんどの試合が苦手な子っていうのは試合になるとね、打たれて負けるのが怖い、一本取られるのが嫌だから、もう遠すぎるところから強引に打っていくんですよ。試合の苦手な子はもうほんとそうで、もちろん全然当たらないし、逆にこっちが出ようとするところを出ごてなんか打たれちゃう。となればこっちはその逆をやればいいんですよ。その怖いっていう気持ちを痩せ我慢できるかどうかなんだよね。剣道は我慢なんです。相手がまっすぐ中段に構えてたら、打っていく前に、まだ打たないよ、打っていく前にその構えをまず崩しにかかるんです。試合とか実戦だと例えばね、その一歩入るだけじゃなくて相手の竹刀を抑えるとか払うとか、ちょっとこう触っちゃうとかね、こういうところにね、もっと進化してきます。イメージしてみてね、ちょっとイメージしてみて、こちらがまっすぐ中段に構えてるにもかかわらずね、相手が無理やり打ってこようとしたら、ほらそれこそがこっちの打つ機会なんです。一歩入って攻めて、相手をよーく見て、相手が出てくるところを打つんだよ。以上が自分勝手に打つなっていう話になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。